これから5つ質問が流れます。それからサムさんの日記を聞いて質問に答えてください。サムさんは今週末何をしますか？サムさんは今年の夏に何をしようと考えていますか？サムさんの日本語のクラスは何曜日ですか？最近サムさんは何をたくさん食べていますか？スーパーはサムさんの家から近いですか？今週末はあまりすることがありません。いつものように洗濯や掃除をしたり、ネットで調べ物をしようと思います。今年の夏、アメリカに行きたいので、今どこに行こうか考えています。昔アメリカに住んでいたことがあるので、まだ行ったことがないところに行ってみたいです。それと最近新しく面白い日本語の動画を見つけたので、もう少しゆっくり見てみようと思います。毎週水曜日に日本語のクラスがありますが、クラスのない日もネットを使って勉強するようにしています。私のパソコンはものすごく古いので、動画がカクカクしたり止まったりするので時々イライラします。もうそろそろ新しいのを買った方がいいのかもしれませんね。高い買い物なので少し考えないといけません。週末のどこかでスーパーにも行かないといけません。最近トマトやブロッコリーなどの野菜をたくさん食べていますから、買ってきてもすぐなくなってしまいます。スーパーは家から10分ぐらいなので、あまり遠くないですが、歩いていくのは正直時々めんどくさいです。車があったら便利ですね。サムさんは今週末何をしますか？サムさんは今年の夏に何をしようと考えていますか？サムさんの日本語のクラスは何曜日ですか？最近サムさんは何をたくさん食べていますか？スーパーはサムさんの家から近いですか？サムさんは今週末何をしますか？いつものように掃除をしたりネットで調べ物をします。サムさんは今年の夏に何をしようと考えていますか？アメリカに行こうと考えています。サムさんの日本語のクラスは何曜日ですか？毎週水曜日です。最近サムさんは何をたくさん食べていますか？トマトやブロッコリーなどの野菜をたくさん食べています。スーパーはサムさんの家から近いですか？はい、あまり遠くないです。歩いて15分ぐらいです。